ただいまより埼玉西武ライオンズ2014レギュラーシーズンホーム最終戦セレモニーを行います。まずはじめに田辺典雄監督代行よりご挨拶いたします。本日は西武ドーム最終戦にご来場いただき誠にありがとうございます。並びに今シーズン熱い声援を送ってくださったファンの皆様、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。しかしながら今シーズンの西武ライオンズはファンの皆様の期待を大きく裏切ることになってしまい、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。来季はこの悔しさを胸にチーム一丸となって頂点を極めるべく挑戦し、必ずや頂点を取るこの決意で邁進していきたいと思います。どうぞファンの皆様、熱い声援を来シーズンもよろしくお願いいたします。まずは田辺監督代行の話がありました。ありがとうございました。まあ、ファンの皆様には申し訳なかったという、ね、言葉がありましたね。続いては牧田選手会長から話です。本日はホーム最終戦にご来場いただきありがとうございます。今シーズンは非常に悔しい思いでいっぱいです。ファンの皆さんの熱いご声援を送っていただき、選手一同心から感謝しております。来シーズンはいい報告ができるようしっかりと準備して頑張っていきたいと思います。今シーズン熱い声援を送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。来シーズンに向けてのメッセージが届けられました。コーチがサインボールを投げ入れます。